全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。いきなりですがアニメを作ろうと思っています。というのも動画を通じての障害年金の PR がとても順調だからです。私たち全国障害年金パートナーズは現在1346本の動画を公開しています。チャンネル登録者数は3000人を超え、1ヶ月の視聴回数は4万2000回、月の総再生時間は11万分となっています。ヒカキンやはじめしゃちょーといった人気 YouTuber と比べると大したことないんですが、それでも障害年金社労士の中では圧倒的なナンバーワンです。すでに競争相手が追いつくのは不可能なレベルにいるのですが、さらに先を目指すのです。2020年には 5G がやってきます。動画の市場も今の何倍にもなっていくでしょう。うつ病で苦しんでいる人の中には障害年金という経済的安心があることを知らない人がまだまだ大勢います。そんな人たちに障害年金のことを知ってもらえる大きなチャンスなんです。なので今後も動画を出し続けるだけでなく新たなチャレンジをしたいのです。それがアニメというわけです。実は私たち全国障害年金パートナーズはすでにアニメを1本作っています。タイトルはうつ病になったティラノサウルスというものです。興味がある人はぜひ見てください。この動画は私がシナリオを作成し動画制作会社に作ってもらいました。なかなかいい出来栄えですが、それなりの費用がかかりました。新しいアニメを数本作る程度でしたら専門の会社に依頼しますが、私は障害年金のアニメを継続して世の中に出していきたいのです。そうすると自分で作るしかありません。というわけでアニメを作ることにしたんです。まずは障害年金社労士としての私の自己紹介アニメを作ろうと思っています。続いて障害年金やうつ病に関するアニメコンテンツを作っていく予定です。すでにアニメ制作のワークショップやセミナーに参加しており、アニメソフトも買っています。平日昼間は障害年金のサポートを行っているため、アニメ制作は休日や夜になってしまいますが、できるだけ早く出していきたいと思いますので、お楽しみに待っていてください。うつ病で経済的不安を感じている人は魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。